ちゃ。こんにちは。はい、はい、豊さん。はい。第2戦、ファイナルステージ。ファイナルステージね。はい。まあ、第2戦、まあ、終わりましたが、ヤクルトが2勝。オリックスが2勝してるというね。はい。っていうのは、第1戦が終わった後の、はい、それぞれアドバンテージ1ずつあって、そうそうそう、第1戦、ヤクルトとオリックスが勝ったということで、今2。そう。で、今日2戦目が終わり、はい。はい、さあ、どうなったんでしょうか、そこの数字はというところです。そうだね、はい、でヤクルトがサイスニード今日先発、先発ね、はい、阪神が藤浪という、はいね、でオリックスが宮城、うん、ソフトバンクが坂東という、はいね、まあ、この一戦ですが、はい、まあ、結果は出ております、はい、ね、ということで今日はちょっと、天候がね、そうなんだよ、雨の影響も、ね、神宮はね、あって、女子リーグの試合はそういった影響もあったかなとは思うんですが、はい、早速オーダーから見ていきましょう、はいはいはい、ということで、ヤクルトの方は、まあ、ヤクルトの方はね、変わってないよね、もうあの、まあ、ピッチャーが変わっただけで、変わっただけですね、うん、まあ、変える必要がないという第一戦だったしね、うん、まあ、同じオーダーでいくという、はい、で、阪神の方は、はい、まあ、大きく変えたのが、マルテが5番に入って、サトテルがいなくなったというね、はい、そうですね、ちょっと思い切った変更ですか。まあ、これはやっぱ大胆な変更というか、うん、まあ、ただそのサイスニードが、はい、あーと相性がね、サトテルが、うん、今シーズンまだヒットがないのかな、はい、うん、まあ、そういうことでおそらくマルテの状態がいいということで変えたと思うんだけどもね、うんうん、まあ、この結果がどういう風になったかというと、はい、では早速試合を見ていきましょうか、はい、うん、でファイナルステージ第2戦、はい、結果はこうなりました、はい、ね、はい、5対3でヤクルトの勝ちということでした、うん、まあ、そうだね、はい、まあ、最後は追い上げたんだけどもね、はい、まあ、順を追って、まあ、ちょっといきたいと思います、はい、ね、で、まあ、阪神初回、うん、ね、中野がいきなりスリーベースヒット、島田がライトフライを打ったんだけども、うん、まあ、これもタッチアップできるかなと思ったけども、うん、まあ、自重して、それはなぜかというとやっぱ近本が当たってるし、うん、まあ、大山もヒットが出始めたということで自重して、はい、まあ、結局はあの近本のね、ライト前で、まあ、先制をするという、はい、まあ、幸先いいじゃないかという、もう淡々と1点取る、まあ、そうだね、うん、だからまあちょっと勢いを中野、うん、近本、うん、まあ、これがDeNA 戦で当たってただけに、まあ、昨日ちょっとダメだったんだよね、はい、でその2人で1点を取ったっていうことが、うん、まあ、阪神にとっては非常に心強い1点になったかなという、はい、ことだったんだよね、はい、でヤクルト、はい、この時に、はい、村上を迎えた時に雨で中断、うん、するんだよね、はい、山田にフォアボールを出した後に、はい、村上結局フォアボールなんだけども、はい、まあ、その時に雨で中断38分間という中断になって、うん、やっぱ藤浪が今シーズン神宮で初めて投げるし、はい、まあ、神宮のマウンドにね、まあ、プロ入ってから何度か踏んでるけども、はい、まあ、ちょっとね不安な材料だよね、うん、やっぱコントロールにちょっと難があるピッチャーだけに、はい、少しちょっと不安だったんだよね、はい、ということで、まあ、38間8分のね、まあ、中断があって、はい、まあ、村上にフォアボール、オスナをセンターフライで、まあ、まあ立ち上がったんだよね、うん、しかし、まあ、3回、まあ、ここだよね、はい、塩見があこのシリーズ初ヒットを打って、うん、まあ、山崎の送りバント、はい、まあ、ちょっとセーフティー気味だったんだけど、それを原口がうまい処理をしてセカンドアウトにするんだよね、うん、はい、で山田をセカンドフライで迎えたランナー一塁に置いて村上なんだけども、はい、もうねあそこ打たれたらしょうがないって言ったところに、うん、あの藤浪も慎重に投げたし、うん、あれはもう仕方ないなって思うようなアウトローの低め、うん、まあ、若干そのベース板にかぶってるんだけど、はい、高さは低めでもうちょっとボール気味の球をレフトポール際にホームラン、うん、ツーラン、まあ、逆転ということだよね、はい、だからやっぱ警戒しててもやっぱ打たれるし、うん、でオスナが後ろで当たってるっていうことが、うん、やっぱ村上と勝負せざるを得ないというかね、うん、まあ、もちろんランナー一塁なんで、はい、まあ、もちろんこう打ちに行くんだけど、ね、勝負しに行くんだけどもね、うん、
まあ、ツーランで、クライマックスシリーズ初めてホームランを打ったというね、はい、まあ、村上、うん、で4回長岡が、はい、西純也からホームランと、うん、で西純也も DeNA 戦では非常にあの好投してね、はい、中継ぎをのリズムを掴んだかなと思ったんだけど、うん、この一発っていうのはなんかちょっと効いたよね。なるほど。2点に抑えとけばっていうようなところで、うん、まあ、1点を取られるというね、はい、で、まあ、長岡もよく頑張ってるよね。うん、うん、そうですね。そうで5回、はい、5回は山田がヒットを打つ、うん、でマルテサードを守ってたんだけど、はい、あの正面の打球をねちょっと体が逃がすように処理しようとしたんだけども、うんうん、それは抜けてって、まあ、ツーベースになっていくと、はい、だからここでマルテを使ったのがどうなのかなというね、うん、まあ、そういうちょっとしたことが出たんだけども、はい、で続いてノーアウトランナーセカンドから村上、うん、まあ、これをカーブをちょっと打ち損じてサードフライ、はい、で次のオスナ、やっぱねインサイドに行くんだよね、うん、初戦もそうだったんだけど西が、はい、西勇輝がね、はい、ツーシームをホームラン打たれる、うん、西純也もツーシームをホームランされるという、うん、なんかねこのホームランはやっぱちょっと効いたな。オスナ選手打ちますね。打つな。でまあ反撃をしたのは7回、はい、ね、やっと連打が出るんだよ近本大山、うん、あ連打をしてはい、ワイルドピッチがあって、うん、一三塁になってマルテが犠牲フライという、はい、で9回、マクガフが出てきて、うん、まあ、先頭打者フォアボール大山がツーベースノーアウト二三塁を作って、はい、マルテがライトに犠牲フライという、はい、ただ後続が、三振センターフライで、ゲームセットという試合なんだけども、うん、まあヤクルトの方は、はい、ヤクルトの強みっていうのは、うん、やっぱ村上を代表するようにやっぱホームランなんだよね、はい、ホームランをいっぱい打つ、うん、まあこの試合でも昨日でもそうだけど、はい、この試合でもやっぱホームランで回答を出していく強みだよね、うん、もう全てがホームランでの得点ですもんね。そうだね。でね、阪神の方は2回までにサイスニードから5本のヒットを打ってんだよ、うん、それで1点しか取れないという、やっぱね要所でやっぱ打てないというね、昨日もそうでしたよね。昨日もそうだったんだよ。9本を打ちながら、9本という本数を打ちながらそれを感じさせなかったでしょ。はい。でこの試合でも9イニング中6回先頭打者が出てるんだよね、うん、普通ね6回も先頭打者が出てたらまあ5点はやっぱ取れるよね。うん、5点は取れるし取らなきゃいけないと思うんだよね。うん、今日もトータル11本打ってるんだよ。はい、うん、だけどまあ例えばねマルテがこう犠牲フライ犠牲フライでしょ、うん、打ってるでしょ、うん、だけどこれはマルテの守備とか今シーズンスタメンとかね、うん、ないにもかかわらずもうサードのスタメンなんか一回もなかったわけよ、はい、それでもやっぱ抜擢したっていうのはやっぱバッティングを買ったんだと思うんだけど、だから山田のそのツーベースになったのはもう仕方ないというふうに考えた時に、うん、この犠牲フライ2本でサトテルをね外してまでマルテを使った意味があったのかどうか、うん、これはやっぱ難しいよな。難しいですね。だからバッターでさ犠牲フライを打つってそんなに簡単なことじゃないんだよね、うん、だけどここで結果は出してるけどマルテを使った意味からするとちょっと物足りなく感じるんだよね、うん、やっぱりヒットとかホームランでつないでほしかったというね、はい、うん、だからちょっとやっぱこう阪神にこう返すバッターが、うん、いないというところがちょっと悩みが深いなという。なるほど。せっかく作るチャンスをこうちゃんと形にできてないというね、はい、ただその大山が当たってる、うんうん、当たってきた今日でも3本打ってるしね、はい、だからそういう意味ではまあ光は見えてきてるだけにまあ明日頑張ってほしいということだよね。はい、まあ明日は、まあ、阪神は青柳、うんでヤクルトは高橋と、はい、高橋健二投手、だから明日の先発
メンバー、うん、まあ普通塩見が外れたり山田が外れたり、うん、オスナが外れたりするんだよね、はい、青柳の時に、はい、だからそういう布陣を引いてくるのかどうか、うん、ね、で高橋奎二がどのようなピッチングをするのかどうか、久しぶりの登板ですよね。まあそうだね、あの練習試合、アマチュアとの練習試合では投げてるんだけども、はい、まあまあ万全では来ると思うけどね、うん、まあ試合感がどうなのかということ、うん、それともう一つ、はい、佐藤輝は外したよね、はい、佐藤輝明を、うん、でサイスニードからやっぱ相性が悪いということでマルテを抜擢して、うん、出したんだけど、はい、そのサイスニードの時に代打を送ってんだよね。うーん、相性が悪いのに代打を使わざるを得なかったというさ、はい、まあ、フォアボールという結果は出したけど、はい、だからまあそこら辺がこう阪神がちょっと悩みが深いかなっていうね、うん、人手不足なのかな、うん、選手不足なのかなっていう、まあ、その薄さなのか、俺は薄いとは全然感じてないんだけど阪神は、はい、あとねやっぱりヤクルトがやっぱ強み、うん、ホームランという強みで勝ってきてる、はい、まあ、昨日もそう、阪神はやっぱ足なんだよね。なるほど。対抗していくとすれば、はい、だから明日は足でかき回すぐらいの、うん、戦い方を見せてほしいなっていうふうに、まあもちろんそういう人が打って出ていかないといけないけども、うん、はい、やっぱ足を使った攻撃をやっぱちょっと明日を見てみたいなっていうようなね、うん、まあそんな感じがする、この第2戦だったね、はいはい、そうして足などでこうチャンスを広げていくと、うん、今こうヒットの数に対しての得点が少ないところも、うん、補っていけるかもか、うん、っていうところですかね、多分ね、多分そうなってくると思うよ、うん、リズム的にね、はい、やっぱり阪神は足、今ホームランを打てそうなバッターっていうのはそんなにいない、うん、だから足を使ってなんとかね、うん、まあ、ヤクルトを攻略してほしいなっていう、ね、はい、そういうふうに思います。はい、大手をかけていきましたが、ヤクルトが明日はどうなるでしょうか、ね、まあ、そうだね、青柳だからね、はい、やっぱ天敵青柳だから、うん、まあ、どういう青柳がピッチングを見せてくれるかどうか、はい、まあ、それも楽しみにしたいし、はい、久しぶりに投げる高橋がどんなピッチングをね見せてくれるか、そういうのも楽しみだね。青柳投手、明日雨は大丈夫でしょうかね。今日降ったから雨上げさん大丈夫じゃないかなねえ、だいぶ雨の影響ありますので ね、 そうだね、はい、はい、ということで、はい、次はパ・リーグです。はいはい、ね、はい、まあそんなに上位は変わってない、はい、ね、ちょっとあの杉本選手が一つ打順を上げて6番になってね、はい、中に T 岡田選手が入りましたね。で、まあ足立も、はい、あのショートで使い、うん、まあ栗林を下げたというね、はい、まあ、キャッチャーを伏見でピッチャー宮城と、はい、でソフトバンクの方は変わらずと、まあ、リチャードが入ったね。そうですね。で、まさき、はい、で柳田選手が、3番以降前ですね、うん、そうだね、はい、でリチャード、まさきを入れてきたということだよね、うん、はい、リチャードは宮城に対して非常に相性がいいし、なるほど、まあ、その抜擢したと。で左ピッチャーに強い正木をね、入れてきたというね、はい、まあ、そういう打順になりました。はい、はい、でははい、ということで、はい、こちらは結果は4対3でオリックスが勝ちました。勝ったね、はい、でソフトバンクの方、はい、ね、初回、三森がツーベース、うん、デスパイネのゲッツー崩れの間に1点を取るんだよね、はい、あ、先行したと。で、昨日は完封負けしてるんだよ、うんうん、だから1点を初回に取れたっていうのは少し気分的には楽になったかなって、うん、打者陣がね、うんうん、しかし悪いのがここすぐ取ったら取り返されるという初回、うん、ね、すぐ同点にされたというね、はい、まあ、そういうところがちょっとね、ソフトバンクがうまくいってないところかなっていう、うん、まあ、そんな感じがするよね、はい、まあ、しかし3回、はい、周東が、まあ、ライト前にヒット打って、はい、柳田のギータの、ライト線ツーベースで一気に一塁から帰ってくるんだよね、はい、まあ、ここら辺はねやっぱ見事な足見せてくれたし、うん、まあ、柳田の痛烈な当たりだったから、はい、帰れないかなと思ったらやっぱ周東の足ってやっぱ魅力だな、うん、帰ってきました。はい、ね、これでやっぱりリードする、はい、まあ、しかしその裏、はい、中川がヒット、
吉田の連打で、1、3塁を作るんだよね、はい、で西野、5番に入った西野が犠牲フライという、はい、で簡単にまた同点に追いつかれる、3、4、5番で追いつきましたね。そうだね、はい、で5回、うん、吉田を置いて西野が送ったんだよね、はい、そして杉本が大関からツーランホームランという、うん、で昨日もね大関っていうのやられてるんだよ。そうです、ね、押し出ししてたらね、はい、だから、まあ、一塁空いてたし杉本がものすごい当たってるんだよね、うん、だからこれ歩かす手はなかったのかなっていうようなさ、うん、そんな感じがしてならないんだけども、やっぱ杉本っていうのはなんか広角に打てるぐらいの調子の良さを今持ってるからやっぱ怖いよね。うん、それとこっから繋いでいった中継ぎ陣、はい、これも見事だわ、うん、宇田川、はい、山崎、はい、総太郎、総一郎か、総一郎選手ですね、うん、とか、はい、やっぱね155以上のボールをバンバン投げていくんだよね。うん、だからなかなかやっぱソフトバンク打線というと言っても、はい、やっぱなかなかこう打てないという。うん、でねちょっと気になったのが7回、はい、でワンアウトから1番に帰って三森周東が、うん、に回ってくるんだけども、はい、ここね初球初球でアウトになってんだよね、はい、でその次柳田じゃない、うん、ギータじゃない、はい、そこになんとか回さなきゃいけない、うん、まあ確かにいいピッチャーだけに、はい、それは待ってたら打てないよ、うん、待ってたら打てないけどもなんとかこうするようなことが欲しかったかなっていう、ちょっと淡白に感じたんだよねそこら辺がね。なるほど。だからそこら辺がちょっともったいないなというね。うん、で9回、阿部が出てくるんだよね、抑えに、はい、で川瀬が非常にいいんだよ、うん、ツーベースを打って、はい、塁に出ていく代打ですね。代打ね、はい、で周東のセンター前で帰ってくる、うん、でギータがフォアボールを選ぶ、うん、はい、でデスパイネなんだよ、うん、デスパイネが、まあ、三振をし、ゲームセットという、はい、もう一歩のところまで追い詰めるんだけどもその大きな壁を乗り越えることができなかったというね、うん、まあそういう一戦だったけども、はい、まあ、ソフトバンクの方は、はい、先発坂東が降りた後に大関行くんだけども、うん、やっぱ大関の状態っていうのがどうなんだろうというね、うん、ところが少し気になる。だからそのオリックスが中継ぎ陣、うん、もちろん、うん、ファーストステージを戦ってないオリックスは疲れはないよね、はい、うん、だからその分バンバンいけたしさ、なんかリリーフ投手陣の差が出ちゃったかなというね、うん、なるほど、ソフトバンクも相当いいピッチャーいるんだけどもさ、うん、まあこういう時には経験値の高いとか、うん、やっぱ慣れてる、まあ、大関っていうのは先発をやりながらシーズン途中ちょっと離脱する時期があってね、帰ってきたら中継ぎに入れてるんだけども、はい、そうじゃなくてやっぱこう経験値の高い中継ぎ陣もいるわけだから、うん、まあ、そこら辺を先に使っちゃった方がいいかなっていう、まあ、そんな感じがするよね。なるほど、はい、はい、でもうとにかくなんていうの、杉本が当たってる、うん、で吉田って何回も名前が出てくるんだけどさ、はい、もう昨日もそうでしょ、連発でしたね、まあ、昨日ホームランとかね、ダメ押し打ってるけども、うん、今日なんかはやっぱチャンスメイクで広げてんだよね、うん、チャンスを、はい、でデッドボールもそうだし1打席目の、うん、でライト前レフト前もう自由自在に打ちながら、うん、で杉本に回って結局杉本が仕上げてるという、うん、だからもうマークは2人、はい、まあ、マークしても抑えられないけどさ、なかなか、うん、まあ吉田と杉本だよね、うん、まあ胸が当たってないだけに、はい、上位からチャンスが吉田のところに来るっていうのはなかなかないんだよ、うんうん、まあ中村がね打ってるけども、はい、うん、だけど吉田と杉本をやっぱなんとかしないとダメだよね、うん、これ今6番に
今日杉本選手入ってますけど、はい、またこれ打順上がってきたりっていうことも考えられますか。いやこれね吉田とね、うん、一つ離れてるっていうのがここがミソなんだよね。なるほど。で今日なんか西野が入ってるでしょ。うん、で西野がやっぱ送りバントとかして杉本に打ちやすいようにしてるわけよ。なるほど。だからここの打順はねやっぱ変えたくないと思ってるはずなんだよね。そうするともう1番2番3番も変えなくて、うん、っていうことで、まあ、変える必要はないよね勝ってる時っていうのはね、うんうんうん、まあ、それと田島と、はい、第3戦はね、うん、田島と、うん、千賀、はい、まあこの両者の投げ合いになっていくんだけども、うん、はい、まあ、千賀が、まあ、ひょっとしたら日本で投げる最後の試合になるかもわからないんで、お、まあ、メジャーというね挑戦も控えてるだろうし、うん、だからどういうピッチングを見せてくれるのか、なるほど、エースとしての意地をねしっかり見せてくれるのか、それとも今年非常に状態の良かった田島がね、うん、バンバン抑えていくのか、はい、まあ、これはちょっと楽しみにしたいとは思うけどもね、はい、まあ、ソフトバンクとしてはねもう負けられないので、いやもう本当にね、はい、両リーグとももうすんなり大手がかかってる。そうですね、昨年もそうだったんだよ、うん、ストレートで勝ち上がっていったんだよね、うん、日本シリーズに、まあ、ということで、はい、ね、数字が変わります、ここでね、はいはい、じいちゃん、はい、あった、はい、出番ですよよいしょ、はい、ということで、はい、ここが3になるんだな、みほちゃんの背中、はい、ということで、まあ、はい、大手ということだよね、はい、はい、はい、すいません、はい、3勝3勝ということで、うん、やっぱね、ね、このままやっぱ負けるとね、うん、ファーストステージ勝って上がってきてるだけにね、そうですね、うん、もうね、まあ、なんとかファーストステージでなんかこう燃え尽きてしまってはいけないので、ね、うん、なんとか、まあ、なんとかね、うん、まあ、意地を見たいと思うよね、はい、はい、まあ、どういう第3戦が戦いになるのか、うん、まあ、ちっちゃん楽しみでしょ。そうですよ、まあ、楽しみにしてくださいよ。そう、もうやっぱファイナルステージの1戦2戦とやっぱちょっと試合のちょっと変わってきたよね、違ってるので、まあ、少し追い上げるようになってきたし、詰め寄るようになってきてるしね、うん、なんかこう一方的な感じが1戦目はしていって、うん、そうだね、1戦目はすごくそうだ、ね、こう詰め寄って1点差だったりっていう試合もあるので、うん、3戦目はねまた楽しみです。そうだね、うん、本当に期待してます、はい、はい、